皆さんこんにちは、竹林です。今日も YouTube 動画をご覧くださりありがとうございます。私は今日も行きつけの寿司屋に来ております。ここでのリモートワークするととてもはかどります。さて、人間の幸福度というものはだいたい40代50代が最低で、その後60代70代になっていきますと総じて高くなっていきます。なので40代50代の人は年の違う層の人とお友達を作るということをお勧めします。幸福度が低い世代同士、同じ世代同士で話をしますと、どうしましても不幸自慢になりやすいです。幸福度の高い別の世代の人とお話しすることによって、ひょっとしたら自分の不幸さというものを手放すいい機会になれるかもしれないです。今日の話はここまでにいたします。今日も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。